そんな言ってくれて嬉しい。もうなんか本当に全然リモつまんないんですよ、今回は。そうなんだ。たぶんなんか、普通に、部活みたい。踊って。でも飲み会つまんないのあるよね。なんかリバオもまあそう、なんかラルトだったからそこまでじゃなかったけど、もうご飯会みたいな、ほぼ飲み会だけどご飯会みたいな感じでおしゃべりしてたからよかったけど、私テニさんの飲み会あんま好きじゃなかった。つまんなかった、普通に。どんな感じなんですか。なんか最初コールめっちゃ振って、最初飲む人決まってんの、部長とキャプテンとみたいな、なんか順番があって、それ順々に回していくんだけど、それ終わったら普通になんかその辺あたりでコール振り合って飲むみたいな、なんか気分でゲームしたりとかするんだけど、なんかあんま楽しくなくて、スカイラルの飲み会がめっちゃ面白かったから。スカイラルの先輩が変な人ばっかだから面白い。そう、変な人ばっか。
だとどれくらいかかるの？他に片道、時期によるんですけど、平均10、ああ、そうなんだ。13。マジか。めっちゃ高いし、めっちゃ高いね。それ家族旅行とかやばいね。きついですね。きついね。でもなんかその分マイレージがめっちゃ高い。ああ。お父さんの出張とか、出張めっちゃするんですよ。あ、そうなんだ。それのマイレージでめっちゃ行けます。へえ、それはいいね。やだ。そう。夏どっか行くの？決まんないよね。なんかさ、早めに航空券とかも取っておきたいし、その方が安いのに、結局直前になってみんなのやつ合わせてみたいになるよね。毎年そうだよね。なんかペカポコだっけ。すごい綺麗な湖があって有名なんだけど、それに行きたいみたいにしてる子いた。はい、なんかそういうとこいっぱいありそうね。パシフィックって別に大丈夫だよね。あ、全然大丈夫だよね。なんかうちのお父さんがさ心配しちゃって、日本のがいいみたいな。あ、もう日本のめっちゃ高いんだ。高いですよ、本当に高い。本当にもうなんか行きだけで20万とかするレベル。遠いと。そう、なのに席埋まってたりしてすごいなみたいな。安全ちゃ安全ですけど、個性とかとデルタは大丈夫です。そうなんだ。デルタこの間初めて一人で使って入浴まで、全然大丈夫でした。めっちゃ安いし、機内食が10種類ぐらいあって、ベジタリアンとか、ベジタリアンだけど豆腐とか乳製品 OK とか全部選べるんです。すごい、めっちゃ良かった。いいね、一人でってすごい。え、めっちゃ、でも怖かったです。デルタ大丈夫か、ね、アメリカ行くし怖かったんですけど、乗り心地もあるかな。シーティングはキャビアテンダントの人がみんなおばさんなんです。そうなんだ。めっちゃうるさい。やば。なんかアナとかチャルとかお姉さん、まあ綺麗なね。なんかそこで多分退職された方々が、あー、なるほどね、流れてめっちゃおばさんだらけになるんですよ。面白い。ずっとなんかさ、井戸端会議みたいな。へー、なんかそこに安さが出てるね。そうそう、だいぶ出てます。へー、そのさ、現地に着く時間は朝早くとかお昼とかにしたい？なんか夜だと危ないみたいな。大体11時頃出て、向こうの3時とか夜に着くやつです。そうなんだ。そこからが怖いんで、セーターって着くのに、着くのが深夜だとホテルに行くまでとか結構危ないから、そうだよね。あらかじめバスとかも取って取っといて、4時に遅くても5時に着いて6時には空港出れるみたいな。
私も夜怖いなって思って、朝6時半ぐらいに着くやつに来て、そこから電車乗って1時間から1時間半とかだから、多分8時とかに寮に着くみたいな。でも正解ですよ。うん、それぐらいがいいよね。サボキュアです。うん。なんか夜10時に着くやつ待ってたんだけど、それはさすがに怖いからやめた。誰かがいるだったら大丈夫だと思う。荷物とかやっぱ気をつけてる、海外で歩くとき。めっちゃ気配ってる。こんなんやんないよ。わかんないです、なんかそんなにツーリンがどれくらい持ちやんかわからない、荷物は場所と時間によって全然違う。そうなんだ。人がいっぱいいるようなところは平気なの？あ、逆にダメか。スリが。あ、スリが多いのか。そうか。だからなんか、相当なんか、人って、お尻の神経にお酒出るじゃないですか。うん、あれは自殺行為です。絶対取られちゃうし。取られたことある？少ないですけど、後輩があります。そうなんだ。街で歩いてて、交番に入れたのに来られたんですよ。やば、いないんですよ。いつの間にか本当にいない。ちゃんとバッグのカップとか閉めとかなきゃいけないのに。すごい、なんか空港でも取られたりするから気をつけろみたいな、この間のオリエンテーションで散々言われて。なんか多分日本人狙